よいしょ。こんばんはじゃない、おはようございます。やばいやばい、始まっちゃう。接続中。おはようございます。やばいやばい、準備をし、準備がまた、あーごめんなさい準備がまたギリギリになってしまった。そして毎回毎回絡まってるっていう前やった時も絡まってた、恥ずかしい、ごめんなさいやばい、あと1分で始まっちゃうんじゃない。ちょっと待って、絡まってんのが取れない。これさ、どうやって置いたら絡まらないの、それをさ教えて、誰か。待って、特急じゃ、出た出た、始まっちゃう。あれないんだけど、あったあったあった、あ、音が鳴っちゃう、ごめんなさい。よいしょ、待って、本当に絡まってんのが取れないんだけど、絡まってんのが取れないよ。今日特急ジャーの配信します。そうね、 Bluetooth のやつ持ってるんだけど、ね、待って、あと10秒で始まるって。エアポッツ持ってるんだけど、エアポッツだとさ、なんか行ったり来たりしちゃいそうと思って。あ、始まっちゃった、始まっちゃった、ちょっと待って、絡まってるまま始まっちゃった。あら、テンションが低い、かぐちゃん。よいしょ、絡まってる、まだ。特急ジャーはね、 YouTube で今配信してます。忍者のなりきり、なおなお大好きな回ってありがとうございます。やっちゃったね。で、なんで光はけん玉置いてっちゃったのっていうね。怒ってる、怒っとる。光怒ってたね。バク転できるのすごいですあ、待って、私ささっき投稿したの固定するの忘れてる、固定しないと。なんかほんとライトもお兄ちゃんって感じですよねあ、ほどけた、やったほどけたこれ 2本を隣で置いとくのがいけないんですよね、多分ね。完全なおバカだと思われたこのなんかかぐちゃんのセリフが一つ一つ可愛いですよね。みんなチャット内でそれは思うだろうなって言ってる。
ひどいね。いや、ココちゃん行かないの？頑張って。もう 寝起きほぼ寝起きだからさ、顔がむくんでね、今自分の顔見てびっくりした。オープニングワクワクするよね、トキュージャーの。ひらか一番くじやりましたよ。やったから、これトキュージャーのこれ見終わったら開封します。恒例の開封、それも一緒にやっちゃう。でも今回ね、5回しかやらなかったからちょっとサクッと終わるかも。でも起きて1時間ぐらい経ってはいるんだけど、なんか昨日ね、うちの子、うちの子っていうか、まあうちのワンコがなんか寝たくない寝たくないって言って一緒に寝たのよ。いつも一人でお部屋で寝てるんだけど、だからなんかそれでね、ちょっと疲れちゃったみたい。だから寝不足ちょっと。でもまあキナは気持ちよさそうに寝てたからあれだけど。始まったね。こう思うとさ、今の前髪今もあるけど、今はこう薄いけど、結構この時も鉄壁だよね、なんか。もうめちゃくちゃシューってしてもらってたもん、前髪。いみんな反抗されてる。警察来たよ。来た、シャドウ。この子ハンコシャドウだよね。うん、時代感じる前髪で。あれ、ガイムとのスペシャルってこれの前でしたっけ？そこもすっかり、そこか、そんな早いタイミングでやってた。外での挨拶珍しい。挨拶、名乗りか。ブログ読みましたって、ありがとうございます。そう、毎日最近ブログ上げてるから、 LINE ブログ、ストーリーでね、お知らせはしてるんですけど、ブログ。お、ひかぐら推しになったって、嬉しい。でもこの回はほんとヒカグラにとってなんか最初のなんかメイン回だから、みんなかっこいいね。駅弁って本物でしたか？本物食べれましたよ。本物の駅弁なのかは分かんないけど、食べれたからみんな食べてた気がする。サンドイッチとかもあったし。気をつけて。あらららら。
あ、ライカグ推しさんも、鏡屋推しちゃんも。みんななんかケミで推してくれてる人いっぱいいますよね。ありがたい。やる気なくなっちゃったらライト。ライト丸くなっちゃったよ。このトカッチアタックとかっていうのは本人が勝手に言ってた気がする。勝手にっていうか、まあアドリブで。ああ作られちゃったトカッチ。ニオちゃんもほのぼライカグは確かにほのぼの ゆったり してたかもしれない。やる気なくなっちゃったみんな。ミオちゃんからだるいなんて言葉もうこれ以降絶対出てこないね、きっと。そっか、これは春だったのか。メガネめんどくさいって。前髪、ほんと前髪が今と全然違うな。かぐちゃんと光だけでちょっとね、勝てないよね、きっと。もうこの時かぐちゃんちょっとずつ低くなってるよね、多分。ポニーテールじゃない、ツインテールの位置。目があってそらすっていう。今すっぴんではないです。メイクはねちゃんと朝起きてしたけど薄いかもしれない今日。リップも薄いのだし。あ、もうツインテールアホ毛見えないよりもここもめちゃくちゃ固めてたし、もうここも固めてたし、もうピーンって感じだった。チャットでもう多分怒ってないよって言ってくれてる人いる。確かにね、もう怒ってないと思う私も。
朝ごはんね食べてないから、あのこうチョコレートだけ持ってきた2つ。そう、私毎日 TikTok 出してる、1日2回頑張って出そうと思って、今はね2回頑張ってる今は夜の6時と8時の2回出してますよ。ぜひ見てくださいんワクチンの副反応きついって、あ、ほん、寝てくださいね、辛かったら。あ、頭に刺した、頭っていうのはそこなんて言うんだっけ、これわざわざワゴンさん作ったと思うと可愛いね。うん、TikTok 楽しく見てるってありがとうございます。怒って見えるんだよね。こうキリッと振り向かれると。そういえば二人とも洋服薄くなったね、春だから。あの格好今見ても面白い、こうなんか流星くんリアルではけん玉あんまり上手くなかったよねでもすごい練習してましたよ、なんか休みん時。なんか初期の頃のもっとなんか最後の方はもうちょっとなんかテキパキ喋ってた気がする、かぐちゃん。今初期すごいなんかゆったりしてる気がするな、なんかなんか最後の方とか見るともうちょっとテキパキ喋ってません？今より初期なんかのんびりしてる気がするな。でもあれだよね、多分最初からもどんどん強くなってってるから、かぐちゃんもそれでいいのかもしれないけど。私は硬いって、この二人が当時高校生とか。そうね、唯一の高校生組でしたね、ひかぐらが。これすごいよな。すごい、こんな、まずトンネラックス自体モテなかったのに。あ、撮影の合間に宿題もでも課題とかやってた気がする。二人
人ともなんかレポートみたいななんか課題持ってきてやってた気がするな。なんかリリとか手伝ってくれたりして撮影が早く終わったりした時はあの学校も行ってたしね、二人とも。ん、みんな来てくれたよ。みんな来たね。何にするの？忍者じゃないの？っていうね。大きくなるよ。巨大化。カーキャリア呼んでがカーギャリア呼んでになってるカーギャリア呼んでって言ってたね今。この歌もかっこいいんだよな。のあったっけ？全く覚えてない。最後自分が忍者になってたの覚えてない、全然かなりしたね。あ、駅弁出ました。これ小道具さんがなんか詰めてくれてた気がするな、いろんなのを。まだこの時純くん髪の毛長いね。コメントが全然流れてなかった、ごめんなさいね。かぐちゃん何着あった？結構ありました。しかもこの回は何着たいとかってなんかね選んで着てた気がする小光ちゃん、仲直りした。食べるの光も甘いものっていう本当髪の毛長いな、ライト。もうなかった。うん。リ
番8話はトカッチの回だね。終わりました。8話を待機します。ちょっとリップ塗る。ちょっとリップ持ってきます。よいしょ、唇が乾燥してきた。よいしょよいしょ、失礼しました。あと4分後だって。チョコレート1個食べます。7話はでもなんか本当になんか多分10話ぐらいまではみんな一生懸命っていうか、もうね、とにかく始まってそんな経ってなかったから、もうひたすらなんか一生懸命やってた気がする。なんか逆に私あんまり覚えてないんですよね、最初の方が。あ、何のリップ使ってるのって。今日今塗ったのはイブサンローランのルージュボリピュテシャインの132番、これを使ってます。いただきます。うん、この可愛いよね、色。なんかね、オレンジピンクみたいな色。132番です。いや、全然特急じゃ、見てください今私も見ながらゆるっと配信って感じなので。美味しい、これ大好き。これコストコ行った時になんかこんくらいで売ってるんですよ。それでいつも買ってる。帰ってなかった気がするな。なったっけ。あ、私コストコ大好きコストコでも2ヶ月に1回とか1ヶ月に1回行けるかなぐらいのペースで行ってる気がする。60秒後に配信始まるって。サムネがさ、関根さんの顔なんだけど、サムネも毎回選んでるのかな。ね。うん、始まる。でも始まるって言ってもここから2分あるもんね。私ね、あれ大好きなんだよな。あの14話だよね、多分。探偵、光が探偵になる回とかも好き。あれも面白かったな。トカッチとの回はなかったかもしれないけど、後ろでちょこちょこいろんなことやってたから、あっちへ、そう、あっちへフラフラ、こっちへフラフラ、
なんかフラフラしながらどうのみたいなあれも好きだったな。でもあれはどうしたらいいんだって結構悩んでたかもしれない。光はでもああいうことしちゃう感じもまあなんか子供っぽさだったりするんだよね。あと1分で始まるって。そう、みんなね、知らなかったからね、その、なんで私たちが特急じゃになったかみたいなのを、最後まで知らなかったから、そういう面で、みんな戸惑ったかもね。神楽会の時掛け合いを大事にしてたって流星くんが言ってた。あ、本当。あの確かにあのドールハウスシャドウの時もっとだいぶ先になるんだけど、その時とかはもう二人でずっと掛け合いのなんかやり取りはバスの中とかでしてたかもしれないです。でも7話の時に その記憶がねあったかな。なんかもう本当一生懸命やってたから、でもお話はしてた気はする。かぐちゃんまだスイーツ持ったまま。うん、サポート列車取りに行くやつか。今9時半だもんね。7時半の私の時やってたけど、でも未だになんか私のイメージ7時半ってイメージがある。あの自分がちっちゃい時見てたのもデカレンジャー私見てたんだけど、デカレンジャーも7時半だったもんな確か。前回じゃんにポリス列車出てました。あ、本当？前回じゃはいろんなのを出す感じなのかな。ああ、みおちゃん転んだ。あ、タイトル出て2回目にピョンって確かにする。かぐちゃんがね、みんな動くのかと思ってて私。さあ、私だけだったね、こう見たときに。この後のやつだよね、こっから。ここね。あれ？あ、ここじゃなかった。もっと前にあったのか。そう、デカレンジャーが、弟がデカレンジャーの世代で、一緒に見てたって感じかな。え、闇の皇帝って8話？違うよね。Z さん。12話？とかだよね、多分。
あ、最初に跳ねてたか。いや、私が勝手に勘違いしちゃった。多分唯一の特化格界がハンマーシャドウ。ハンマーシャドウってなんだっけ。なんかもうどんどん記憶がさなくなっていくよ。なんかでもやってる最中もあんまりねもう覚えてないかもしれない。昔の写真あったらまた見たいって。ちょこちょこなんか見つけたら出しますね。そしたら美穂ちゃんとかぐちゃんも行きたいよね。シューマイの会か。あのマイッキー、マイッキーね。みんなすごいね。なんで一緒にさ子供すぎるよとかっち。純くんサッカーできた。やっても今できてるね。でも一緒になんかみんなでサッカーやった時はできてた気がする。すごいな。なんか いろんなシャドウがいたね。みんなでサッカーやったのは多分特典映像 DVD の特典映像かなんかでやった気がします。クロストークみたいなやつの時にやった気がする。喋りがこういう感じで喋るのがさ仕事できそうな人っぽいよね。クローズかっこいいよな、格好が。ああ、めっちゃ遠く飛んだ。どうしたんだ。
うん、ライトサポート列車見つけてるとき単独行動だったね。うん、ライトほんとしっかりしてる気がする。あー、なんかこんな感じだったね。トカッチはほんと面白いよね。あのドーモのところとかも毎回ちょっとずつ違かったし、チャットでかぐら役の森田かおいちゃんが配信見ながらインスタライブしてくれてるって言ってくれてる人がいる。よいしょ。もうこれこのビーズクッションさ、場所が動くからさ、座り方がよいしょよいしょ。うん、大変とか違う。大変だ。トカッチ本当面白い。うん、手すり揺れてるのね、揺らしてくれてました。大道具さんとかがこうやってギコギコってなんかやって、外の光とかもあのサンサンってやってくれてた。やっぱ列車めちゃくちゃ大きくあるよね。
起動しない。女性占領車両になってるのか。一応気は使ったんね。可愛いリボンで。緊迫感ない、かっこいいとかっち。光気づいて早く。拭いてるよ。見なかったことにした方がいいね。掃除すればいけるかもって思ってるのが可愛いよね。こうね、お手入れした方がいいんじゃないかっていう。雨が強くなってきた、外。すごい成功したよ、作戦が。特急じゃ久しぶりに見返してますって嬉しいです。一緒に見ましょう。早くディーゼル列車。
埼玉雨だけどみんな雨じゃない？結構強くなってきたよ雨。動いた。うん、朝から雨降ってるとか。晴れてる？大阪とか福井とか。じゃあ関東圏かだけなのかな雨なのは。そっかそっか。ちーちゃん、雨降ってるとこやむといいですね。ちょっと雨だと外も出にくいよね。せっかくのお休みだったりするのにね。頑張って。インスタライブ2回目ありがとうございます。おお、止まった。止まりました。気づいたよ、車掌さんも。お買い物行くときね、雨止んだ方がいいよね。リボン外した。ワクチンって2回目もうね、熱平気ですよ。治った。でもなんか体力が急にガクンと落ちた気がする。ジム行かないとなって思ってる。何してるの？ネロさん。キュアは何の回だ？ああ、お祭りのこの回か。うん、ディーゼル王ができるのか、ここで。
かっこいいね、みおちゃん。終わりました、ありがとうございました。来週も楽しみですね。9話が D0 で、10話はなんだっけね、もう覚えてないという。見返せばね、 DVD とかもらったからそれ見返そう。またリップを塗り直します。はい、そしたら急に話変わるけど、あれをします。開封、一番くじ開封します。一番くじ開封します。あ、みおちゃんの恋愛会はいつもぶっ飛んでるのはわかる。今回5回しかやらなかったんだけど、それも私はヒロアカの一番くじをやってきたんですけど、あのね、私の推しはあ、夕焼けにシスカ、トカッチが10話は、そっかそっか、それも面白い回ね。一番くじってコンビニとかなんかそういうところで売ってるやつ、それ5回引いてきて、で私はヒロアカのトドロキくんがすごい好きなので、トドロキくんのフィギュアが買えればもう OK って思ってて、で5回引いて、1回目でね、1回目引いてペラって引いたら出てきちゃったの、トドロキくん。いやー、トドロキくん、なんかさ、今回のこの一番くじのフィギュアがなんかね、ヌメヌメしてるっていうの、あ、森高ちゃんの影響でひどく読んでたんで、ありがとうございます、嬉しい。そう、まあ、月を、私なんか基本今回のってファミマでやってると思ってて、で調べたら近くのマツキヨでもやってるって書いてあったから、マツキヨ行ったんだけど、ファミマの方がね、いっぱいあると思います。え、ちょっと開けようかな、まだね、開けてないんだよ、みんなと一緒にいる時に開けようと思って。ヌメヌメはしてないと思うんだけど、なんか、なんていうの、ヌメヌメしてない、この絵が。前のやつとかはトゲトゲしてるっていうの、イガイガしたなんか質感だったんだけど、トゲ、ん、なんかでも今回なんかヌメヌメしてるの。伝わるかな、くじ運ね、いいのかな。でもくじ運がいいっていうか、多分結局当たるまで何回もやるからだと思う。だからくじ運がよく見えるだけだと思います。そういう感じ。お、待って、パンパンに入っ、あ、待って、やだ、顔だけ入ってるんだけど。ねえ、顔だけ入っ、え、待って、え、二人いる、え、私知らなかった、見て、こう選べるみたい、え、ちょっと待って、知らなかったよ、やだ、顔だけじゃんと思ったら、え、なんか今回のやつ大きいんだけど、大きい。ファミマ4件見たけど一番くじ終わってた。やっぱりあれですよね、始まった日、朝一とかかな。でもファミマって基本ね、昨日の1時からとかだと思うんだよね。でもやっぱみんなヒロアカ人気だからね、みんなやりに行くのかな。ちょっと待って、全然開かない。ねえ、これ二つ欲しいね。どっちにしよう、顔が。どっち？
顔が隠れてる方にしようかな。じゃあ今日私ちゃんと見てなかったみたい。一番くじのハサミかわいいって、これねマイメロちゃんのやつでもね、もうここのやつどっか行っちゃった。お家用だからまあいいかと思ってそのまま使ってるけど、あ反対だ。よいしょ。ショート。なんかめちゃくちゃ今回のかっこいい本当に。で私が行った町教は9時からお店が開いてたみたいで、でも私そんな知らなくて普通に9時過ぎにさ、どこのファミマ行こうかなって見てたら、あれ町教やってるじゃんと思って9時半ぐらいに急いで行ったの。そしたらもうね、デク君は、デク君とエンデバーはもういなかったけど、まあショートだと思ってそこでやったけど、いやーかっこいいです。サイズ感大きいね。私の顔より大きいよ。そんなことでさ、私の顔のサイズがバレちゃう。でそうで、でももう5回分払ってたから私 あと4回もやって、で結果ラバーチャームが2つとキャンパスボードが1つとこれタンブラーが一つ当たった。でもね、タンブラー、弟に一番くじやったよって言って、ショート当たったって送って、そしたらなんかタンブラーないのって言われて。いつも私、すごいやるから、どうせ何個もあるだろうって多分思われて、タンブラー欲しいって言われたんだけど、一個しかタンブラー当たってないんだよなと思って。なんかキャラクターが、ショートじゃなかったら、じゃあ、あげるよって言ったんだけど。まずキャンパスボード開けます。ご飯これ終わったらお昼食べますよ。こういうのってほんとさ綺麗に開けれない。これどの柄、待って、どの柄、やっぱショート、待って、でもさショートがいるのが3個目柄あるんだけど、グッズのね収納場所困ってる困ってるっていうか、もうね収納できてなくて箱の中に入ってるやつとかあるから、入れ替えとかしなきゃなって思ってます。いつも何回ぐらい、でも5回まで10回までとかって決めるんだけど、その回数でフィギュアが出なかったりとかするとあと5回とかって言ってやっちゃうかもしれないね。なんかね、私に多分そのフィギュアがじゃあそこに売ってたら買うかって言われたら買わないんだけど、なんか一番くじが好きなんですよね。開けます、キャンパスボード、じゃん、はっ、かっちゃんかっこいいじゃん、かっちゃん、このニューコスチュームのかっちゃんだ。いやーかっこいいです。いや、めちゃくちゃしっかりしてるよ。いや、わかる。ラストワン賞狙えるのわかります。あー、あと6回残ってんのか。じゃあ、やるか。みたいになっちゃう、なっちゃいますよね。でも、それが全部、なんか、めちゃくちゃ残ってて、めちゃくちゃ解消しか残ってなかったりとかすると、ってちょっと悩むところだよね。はい、じゃあ、ラバーチャーム。ロディもある。これ映画のやつなんだね。一回、今回は700円とかかな。これも、ショート。ショート出てこい。あ、でも、青山くんもいる。いきます。うん。ん、はあ、常闇くん、かっこいいね。こう、常闇くんも黒いからさ。で、ラバーチャーム自体も黒いから、誰が来たか全然わかんなかったよ。常闇くんでした。弟と常闇くん好きだから、とかあげよう。あ、なるほどね。この、四角いやつが出たら、もう3人確定なんだ。常闇くんかっこいいよね。よし。形状は？あ、丸。丸だと誰が来るかわからない。いくよ！てん！あ、青山くん来た！なんで
私青山くんも好きだから嬉しい。青山くん来ました、いらっしゃい。なんかね、私結構 青山くん引き率ね良くて、あの広岡店行った時も青山くん出たんだよな、アクスタが。よし、じゃあ最後タンブラー、私の手元に残るか弟のお家に行くか決まります。これで運命が、タンブラーの。ドキドキしちゃうな。開けます。デクくんだ、デクくんだった。どうしよう、弟欲しがりそう。弟にあげるか。デクくんだった。プラスチックのやつだね。あ、でもこれいいね、結構いっぱい入るし。デクくんだったこれ。でもね、3人のやつもあったんだよね。デクくんとかっちゃんとトドロキくんの3人のやつもあったんだよね、多分。なんか今回ホークスとかエンデバーとか全然出てこなかったな。みんなクラスメートちゃんたちだった。こんな感じでした。で、まあ私の家にショートがまた来てくれたので、ありがたやん、ありがたやん、ショート。そんな感じでした。ちょっと大急ぎで開封したけど、また皆さん見に来てください。バイバイ。そう、これ動かないね。またあのやります、特急ジャーの配信の時とかできたらやります。じゃあまた見に来てください。今日もブログとか TikTok あげます。じゃあねー、バイバーイ。